おねえニュース速報のジョーカー様よ。本日のニュースは、無敵の芸能界の暴露男で現国会議員のガーシー先生と YouTube 界の暴露王コレコレ氏がついにコラボしたのよ。昨夜22時から約9時間にも及んだコレコレ33歳生誕祭生放送の途中にガーシー議員がリモートにて出演した形ね。その際にガーシー議員は YouTuber のネタは俺のとこにも来るけどコレコレにくれてやるわって言ったり、俺の国会議員の除名は絶対にないという自信満々な発言も。この除名というのは7月の参院選に N 国党から出馬して奇跡の当選をしたガーシー先生は、現在自身の過去に起こした詐欺行為に対して全て示談はしたものの、一応逮捕を恐れて日本に帰れない状態の逃亡犯のため長らく中東のドバイに滞在しており、帰国したくないから俺が国会に出向くことはない、議員としての仕事は全てリモートでやります宣言が世間では大変物議を醸しており、そんな国会議員見たことない、しっかり国会議事堂に自ら出向いて仕事しろとか、寝ている議員の頭引っ叩いて叩き起こして政治界を変えるって言ってたのに裏切るのかとか批判殺到してるの。議会で議員による3分の2以上の意向が集まると最悪除名されてしまう制度があるため短い政治家生命になるだろうななんて世間からは言われ始めてるわけ。そんな議員になったばかりで早速除名されてしまう可能性もあるガーシー先生が、今回のコレコレ生放送で間違いなく今の俺がすぐ除名されることはないと言い放った理由というのが、あくまで N 国党サイドの見解ではあるけどもとした上で、今現在自民党は安倍派と岸田派で真っ二つに割れている状態だと、それで安倍派は岸田派を下ろしたいという構図なので、ガーシー議員による政治家の暴露というものは重要な切り札となってくるため、ガーシーのことをうまく使ってやろうと企んでいる人もいるであろうためって言ってるのよ。ガーシー議員による政治家暴露第1弾として今やろうとしているのが、自民党の中曽根元総理の孫の女性問題や木原官房副長官のスキャンダルなど、特に木原氏とかは岸田総理のめちゃ側近であるため、俺はまだ除名されることはないと勝手に思っているとのこと。俺は正義の味方やない、悪党や警察や弁護士にはできない悪党ならではのやれることがあるから、いい意味でぶっ壊していく、きっちりやりますって言ってるのよ。まあガーシーは以前に YouTube チャンネルをバンされた後、新しいチャンネルを立ち上げた際、この新チャンネルはいろいろ対策もしてるし消されることはないでしょうと自信満々に意気込んでいたけど、わずか12時間経たずしてバンされてしまったこともあるわけだし、今回の除名に関しても絶対とは言えないわね。過去に除名処分になった人はたった2人しか例がないらしいけど、この世は予想外のことも多々起きる。前にも言ったけど、世の表舞台に出てきて数ヶ月暴露やら恫喝やらしてきた人がものすごい上手い戦略と人気でいきなり初出馬で当選し政治家になってること自体はるかに予想外。これは2名の除名処分のレースが超えていること。何が起きるかわからないし、他にも何か策を立てていかないと本当に短い政治家生命になってしまうわ。そんなガーシーは現在自分のオリジナルサロンを作成していて、今現在の月会費目安は2000円から3000円くらいになるってインスタライブで言ってたわね。オリジナルサーバーだから維持費が半端ないらしいのよ。しかしこのサロンでは YouTube や Twitter などではとても出すことのできない過激な暴露や芸能人のハメ撮り動画などが垂れ流されるとかとか、月に3000円を高いと見るか安いと見るかにしても、議員になっても過激な暴露をやめないという姿勢、そして当選しても国会には行かない発言は、本人は出馬の前から宣言していたけど、そんなの約1億人の有権者の中のガーシーに投票した約30万人の人にしか理解されていないわけだし、国民からの風当たりはどんどん強くなっていくと思うわ。それにどのように立ち向かうかのガーシーの今後の動向にも注目ね。と言ってもガーシー曰く、今回の秋の臨時国会の時は日本に戻る気はないけど、来年1月からの半年間の通常国会シーズンには日本に帰国するということを少し前に計画していたみたいにね。国会会期中の不逮捕特権というやつがあるからよ。国会に登院した際は寝ているやつをインスタライブや自身のサロンで晒すなどなど、いろいろ面白いこともやるみたい。今回ガーシーがコレコレとの対談で他に言っていたことは、 YouTuber キリタンポと東海オンエア徹夜のキス流出動画暴露に関してなぜ出したかの補足として、現在徹夜と付き合っている元
AKB の峯岸がメディアでガーシーさんとは一度しか会ったことありませんで嘘をついたことに対してガーシーがイラッときたのもあるみたい。本当は何回か会ったことあったけど、峯岸がガーシーとの関係性を薄めたいからの嘘だったってことね。一部の芸能人は好感度を気にして同じような傾向にある。他には登録者200万人超え YouTuber の違法行為の暴露ネタをこれこれにプレゼントする件について、ガーシーは政治家や芸能界を相手にしなきゃいけないから、いちいち YouTuber なんぞ相手にできんと、 YouTuber のことはこれこれに任せるで差別化した方がお互い過ごしやすいやろという流れでのこと。今回のこれこれの生配信にはガーシーを生み出したと言われるヒカルなどもゲスト出演したりしてるので、時間ある人はリンクからぜひ。約9時間もあるから、よっぽどの暇人じゃない限り全て見れないなんてね。